いますよまず皆さん、棒を首からふくぶら下げている、あのそれで出してください、そこで第3セッションのページ開いてください、ちょっと負けでいきましょう、負けで負けで、僕の顔を見てください、今、僕の顔を見てください、髪の毛がないんです、ああのこれはですねあの僕たちの学校で体育祭で最下位になっちゃうと、坊主にしなきゃいけないっていう、そんな悪しき伝統がありまして。 なんかね、この坊主にしてから、坊主にしてから、坊主にしてから、家に帰って、妹と姉がいるんですけど、驚かせてやろうと思って、坊主にしたよって言ったら、キモの一言言、それで、じゃあ、お母さんだったら、ちょっとぐらいなんか慰めの言葉とかかけてくれるのかなと思って、お母さんのところ行ったら、あんた何やってんの、あんた生徒会長でしょ、ブレザーに坊主なんか似合わないじゃないの、早く髪の毛伸ばしなさい、いやいや、ちょっと待ってよ。 僕が坊主にしたのは9月の下旬で、今11月の4日で、大体1か月ぐらい経ってるのに、2ミリに勝った坊主が今まだ 20, 20ミリなんですね、18ミリしか伸びていない。伸びるわけがないそんな早く。本当、母ちゃん、申し訳ないです、すみません。ということで、えー、距離も縮まったと思うんで、話を始めていきたいと思います。僕はですね、この先ほど話した体育祭あった、まあ、その学校、その学校には中学受験をして入学しました。 でもそこの、その中学受験っていうのは小学校6年生だった僕に上には上がいるっていうどうしても社会では人間たちがどうすることもできないようなその上には上がいるっていうその大きな問題を僕の心の中に深く刻み込んだ大きなイベントだったんですもちろん僕は今あの学校に行ってもちろん受験は挫折しました受験は失敗しました第一志望の学校に行けなかったけれども今僕はあの学校に行ってとっても楽しいですすごい楽しいでも ふと自分の学校生活を振り返った時に感じる自分の能力を100%生かしてるんだろうか自分の周りにある環境を100%生かしてるんだろうかっていうのを自分に問いかけるとそれはやっぱり100%生かしきれていないもっと自分はできるんじゃないかそう思って何か行動に出ようとします何か行動に出ようとするでもそこにそこから僕の心の中で僕に問いかけてくるのはでも俺じゃそんなことできねえよな何か行動しようとあって上には上の存在がいるんだからそいつらは超えられないやっていう そんな感情。でも、みんなそういう感情を変えながら、でも毎日が楽しいからいいじゃん。それで、僕たちのそういう、なんていうんですか、劣等感とか、憂鬱とか、虚無感といったものを、ただの自分の勝手な自分の能力設定によって閉ざしてしまって、自分の一歩を踏み出せないようにしてるんです。だから、僕は、そんな日常、ものすごく居心地いいです。 何も挑戦しなくていいんだから自分の能力を勝手に決めて自分のテリトリーで別にそれで何も動かないすごい楽ですすごい居心地のいい日常だけど僕はこんな学校生活を送っていたらこの学校生活はき,きっと僕の人生にいいものはもたらさないし受験してまで行ったこの学校生活を生かしきれてないと僕はすごく強く思ったんですそして僕は決めましたこの居心地のいい日常からわざと居心地の悪いありえないような非日常に飛び込むことに決めたんですそれが 15歳の冬でしたそして僕はその飛び込んだことから得た気づき対話によってつながりを感じさらに事故との対話を行うことで自分の殻から一歩踏み出す勇気を得るということについて皆さんにお話し,したいと思いますちょっともう時間がおっしゃってるんで多分ちょっと伸びちゃうかなっていうのですいませんえっといきますその僕が決心をした後、いろんな偶然が起こりましたまず僕は、 キリスト教の学校に通っています。僕は別に信者じゃないんですけど、キリスト教の学校に通うと、中学校1、2年生の授業で、宗教という時間があるんですね。僕は、その宗教がすごい好きだった。なんでかっていうと、先生がすごいユニークで、ちょっと頭の、まあ、硬い人だったんだけれども、考えていること、喋ることはすごいユニークだった。その先生が、授業で何度か、神ミっていう言葉を出したんです。僕は何のことはわかんなかったけれども、何か頭の中にすごく残った。神ミっていう言葉です。時は過ぎました。中3になりました。中3になった時に、 父親の本棚をふと見ましたそこにあったのはカミーノという言葉が題名の中に入った一冊の本でしたそして僕はその本を読みましたすると出てきたのはカミーノとはエル・カミーノ・デ・サンティアゴキリスト教の巡礼道ですこれはフランスの南端からスペインの一番西の端までおよそ8 0 0キロある道を毎年多くの巡礼者がそこを歩いてきます僕はそれを読んだ時に そこの本には、神野という場所はものすごく自分と向き合える場所だし、すごいいい場所。そして何よりも、あの中2の時に聞いた言葉が中三の今になって蘇ってくる。ここに僕は強い縁を感じました。神野なら、僕の学校生活に感じていた、この虚無感とか、劣等感とか、なんかすごい憂鬱な気持ちを打ち消す方法を、何か僕に教えてくれるんじゃないか。そう思って僕は神野に行くことに決めたんです。そこからお金、お金を貯めなきゃいけないですね。まず おばあちゃんたちからもらったお年玉でもそれじゃ足りなかっただから両親が経営している飲食店で働きながらちょっとずつお金を貯めたそして得たスペインの往復切符そして僕は8 0 0キロの巡礼度カミーノへの一人旅が15歳の夏始まりましたカミーノではここではもう言葉にはできないほどいろんな経験をしましたしかしその中で一つ本当に大きな経験がありますそれを今日皆さんとシェアしたいその経験はある日 神野,に野っていうのは毎日何キロかっていうのを歩いてそれごとにまあ宿があるんですね、町から町へと歩いてその宿に泊まる、で僕たちはある夕飯の後その宿に泊まる巡礼者のみんながある小さなひと部屋に集められましたそして僕たちはそこの宿のまあ主人の方から言われたんですねじゃあ、みんなでき日う一日,日を振り返って一日への感謝をしてくださいと。 僕はいろいろと思って自分の思いを伝えました。でも、いろんな人いますよね。いろんな巡礼者。本当、いろんな世界各国から来ています。言葉はわからない。彼ら自身の言葉で喋ります。僕は何を言ってるかわからない。だけど、その全員の思いを伝え終わった後に、全員が立って手を握りしめて一つの輪っかになったんです。そして目をつむって心を静かにする時間がありました。その時、ふと思いました。ふと気づいたんです。この気づきには全く明確な理由も何もありません。 だけど、僕は気づいたんですあ言葉は通じないけれども彼らと何かつながってるんだな赤の他人だし知り合ったこともない偶然、神野っていう場所で出会ったそれだけなのにどこか奥深いところで彼らとつながっているんだなっていうのをすごく強く思ったんです僕の気づきはこのつながりでしたそしてこの気づきを得るまでのプロセスは3つあったんですまず1つ目は カミノに行くっっていうきっかけを得たことですそのきっかけは例えば僕が父親の本棚で見つけたあの本だったかもしれませんそのきっかけを得て2つ目カミーノという場を共有しました他の巡礼者たちと一緒にカミーノという場を共有したんですそして3つ目場の共有からそしてあの1つの部屋に集まってみんなで対話をしました言葉は通じなくても場の共有をしてるから ななんとなくわかる彼らが何を考えているのか、何を持っているのか、みんなが同じベクトルに向いて、みんなが一つなんだっていうのをすごく強く思える場所だったんです。そして、このぼ僕はこのつながり、この気づきを学校のみんなにちょっとシェアしたくなったんですね。なぜかっていうと、僕はこのつながりっていうことを気づいたときから、もう一段階深くちょっと考えてみたんです。つながりには3つのプロセスが必要だきっかけ、場の共有、他人との対話。1つ目のプロセスはきっかけです。よく考えてみてください。 きっかけって日常の中にゴロゴロしてるんですよ。例えば学校生活。ふと思う。例えば授業中、ぼーっとしてて、なんだろうな、つまんねえな。でも、パッと周りを見,見渡したときに、みんな勉強してる。あれ俺このままでいいんだろうか。この思いです。この思いがきっかけになるんです。僕は常にそういう、なんていうんですか、そのきっかけを得ながら、それを場の共有、他人との対話っていうものにつなげたいんですけど、そういうきっかけを 日常にゴロゴロしていることにみんなよく気づいていないそれはなぜかというと一番最初にお話した通り自分の殻に閉じこもってやってるからです自分の殻に閉じこもってきっかけが落ちているのに自分を成長させてくれるきっかけが落ちているのにそれを見つけようとしない見つけてもそれを拾おうとしないだったら僕はせっかく神の日に行って気づいたんだからこのつながりきっかけをきっかけがたくさんあるっていうことをみんなに分かってもらえるような企画はできないかなっていうふうに思ったんですそして考えたのがこれです 僕たちの学校、僕は生徒会長なんで、生徒会で何か僕のこの気づきを得られる、シェアできるような企画はないかなって考えました。一つ思いついたのが、ある友達から言われたんですね。彼が言ったのは、プレゼン大会っていうのはどうだろうか。今まさになんか発信力とかそういう問題が問われているから、よくまあそういう生徒の問題意識にも強く響くだろうし、プレゼン大会、面白いんじゃないかな。で、プレゼン大会、ただやるのじゃ面白くないから、大企業の、まあ、日本の大企業の方とちょっとコラボして、 それでやればなんかこうユニークなものになるんじゃないかな。社会の、実社会のに通用するアイデアを高校生が出していく。それをみんなの企業の前でプレゼンする。これってなんか面白いし、みんな参加してくれるんじゃないかなと思ったんです。そしてその名もスパプレです。もちろん NHK のスーパープレゼンテーション成功、あ、スーパープレゼンテーション。これを勝手にパクって用いっただけです。多分皆さんはもしかしたらただのまあ高校生の甘ちゃんな,なんか、まあ 楽しそうな企画だなと思ってるかもしれません。でも僕は一つ絶対信じていることがあります。このスパプレっていう企画はまず一つ目。スパプレという企画を通して生徒全員はまずきっかけを得ることになります。スパプレに参加するこのきっかけを得ます。そして二つ目。スパプレという場を共有します。そして三つ目。プレゼン大会では自分のアイデアを発信しますからそのアイデアを他人と対話しなくちゃいけません。そこに対話が生まれるんです。この三つは僕が紙のデータあの三つのプロセスと全く同じです。 そして、生徒がこのスパプレーを経て気づけるもの、それは多分、今までは気づけてなかった、僕たちの学校の中でも、もっともっとつながりがあるんだ、もっともっとみんなつながりがあるから、何か行動しようと思ったときに、このつながりっていうのは自分を動かしてくれるものであるし、そして、みんなを一つにして、一つの方向に向かわせる、何かそういう大きな原動力になる、これをみんな、生徒みんなは気づくことができると思っています。そしてこのスパプレー この企画は僕自身にとっても新たなきっかけなんです。そしてこのスパプレというものを考え出すことができたそのきっかけはカミノに行くことができた自分があったからです。カミノではいろんな人に会いました。あるイタリア人の40歳過ぎのお茶に会いました。彼が夕飯を作ってくれたんですね。で、ポーンとこれを出して僕に言いました。お前が日本で食っていたものはパスタじゃない。これが本当のラ・パスタだと。そして次。 僕は髪のししさを感じましたある日、足の裏が痛い、毎日何十キロも歩くんで、足の裏が痛いなと思って、足の裏を見てみたら、皮がベロンってめくれてたんです。そしたら、真ん中に映ってる女の人2人が、絶対にあくなって、もうこれ以上歩いたら、足が腐っちゃうぞと、もうわけの分かんないことをバン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 言われて、すごい、すごい言われたんで、じゃあしょうがない、ここは休もうと思ったんですね。そしたら、なん彼女たちは、二日間、僕を無料で止めてくれて、洗濯から料理まで全部やってくれたんです。 そこに本当に優しさを感じました。でも僕は彼女たちとはコミュニケーションを取れていません。本当のコミュニケーションなぜは。なぜなら僕は英語しか使えないけれども、彼女たちは英語を全く使えない。スペイン語とイタリア語しか使えない。全く分からないです。例えば彼女たちが、へ、hey, 君流って言って、僕がスイ、まあ、スペイン語で、例えば、はい、何でしょうみたいな,なんかそんなまあ応答をしたとしたら。 そしたら彼女たちが何か出すんですね。でも、this is, うーんーって、それ以降もスペイン語でわけのわからないことを言われて、結局コミュニケーションは取れていない。でも、なぜわか,かんないけれども、彼女たちと深いなん、その優しさっていうものをすごい感じ取れたし、コミュニケーションっていうものを取れなかったけれども、彼女たちと思いは共有できたんです。そして、僕は髪ので友情をかみしめました。これはドイツ人の大学生3人と、まあ、スペイン人とイタリア人の、 まあ、おばさんとおじさんが一緒になったグループなんですが、このグループと僕は4日間行動を共にしました、すごい年齢が近かったんで、彼女,彼女とあの、まあ、彼らはすごい僕のことを弟のように接してくれたんです、今でも連絡を取り合う中です。一見、たわいもない話ですが、これが本当の対話だと思っています、彼女たちと彼らと言葉は通じなかったかもしれない、でも彼らと何かつながりは感じることができたんです。 これが本当の対話なんです。そして最後に皆さんに伝えたいことが一つあります。次のスライド行ってください。これが上野の道です。28キロ、ここから先何もありません。木もなければ水もない。ただあるのは道と灼熱の太陽だけ。そこをテク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 と歩いていきます。最初は向こうには何も見えません。でも28キロですから、だいたい1時間歩けば必ず街はあります。でも1時間歩かないと街は見えてこないんです。なんかこの頃、僕は これがなんか人生なのかなと思っています。ゴールは設定されてるんですけど、そこまでの道のりで自分がどういうふうに過ごしていくかで、ゴールっていうものがすごいなんか捉え方が変わってくる。例えば、ただ28キロっていうのを、ただ単に疲れたっていうだけでつく28キロと、ものすごい自分と対話し、例えば何かきっかけがあったら、人が通り過ぎた、自分の横を人が通り過ぎたら話しかけてみるで。一緒に歩く、場の共有をする、対話をする。何か得られるかもしれません。こういういキロと ただ単に疲れたの28キロでは全く別なんだと思います僕は皆さんに言いたいです僕が神野で気づいたこのつながっているっていうことは僕たちの行動を後押ししてくれるもの原動力になるものですいいですか前には28キロ不安しかありません本当につくか分かりません後ろを見返してみてください後ろを見返すとこれで良かったんだろうかこれで人生良かったんだろうかそしたらもう最後は一歩踏み出すしかないんです その一歩踏み出す時の原動力、それがつながりです。つながりを気づき、そこから踏み出して、そこから一歩踏み出して、歩き始めた。二十八キロ、約四時間歩くと、そこに待っているのは、僕はパラダイスだと信じています。ありがとうございました。